はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強になった状態で、ラスボスと戦ってみたいと思います。ラスボス、結構強かったイメージがあるんですけども、最強になった状態でいくと、楽に勝てるんではないでしょうか。いや、意外と苦戦するかな。では、早速、行ってみましょう。まずは、トーマだね。そうか、トーマがいたな。こいつが意外と強かったよね。ワンパンしてきたような気がする。まあ、レボルでダメージ上げていけば、問題ないでしょう、百裂ダメ。もう入る入る。チャージタックルが入るかどうかだよな。入った入ったチャージタックル入るとなるともう余裕でしょう。溜まってるの F 視聴天部カンストする。カンストこれは余裕だわ。でも攻撃してきたらやばいとかそういう感じかな。いや、攻撃前になんか倒せそうかな。いや、どうだろうな。怪しいところか。よし、攻撃はやっぱりされるかもしれない。おおい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 、結構ダメージは高いね。でもなんとかなる感じではあるか。不死鳥天部、おお、なるほど、それしてくるわけね。切り払ってくるんだ。おお、すごい。 HP ギリになってからのこいつの強さが結構やばいかも。いや、でももう終わりそう。倒すか。おわーいし。で、これでどうだ、 HP そのまんま。それではまずは1戦目ですね。勇者と盟友、どうだろう、チャージタックルとかそういうやつが効けばいいけど、まあまあ効くだろうね、おそらく。いや、効かないやつもたまにいるんだよな。オーケー、ナイス。効くよね、レボルも。あ、効く効く効く。百裂は、あ、効く効く効く。これはいいぞ。で、チャージタックル、よし、聞いた。で、風切り、で、不死鳥天部いけるか。いけるよね。あ、いけるね。乾燥するでしょ。 OK、 素晴らしい。必須、あー、フローズンバードがダメージあるよね。なあ、一万超え、一万超え、やば。え、これも倒せんじゃない、不死鳥天部。マジか。風切りしとけ。あーんで攻撃してくるか。どんな攻撃してくるっけ。あ、闇の衣してくるんだこいつ。そうか、あ、じゃあアンルシアで消さないといけないのね。え、とりあえずフローズンバードぐらい打っとけ。おお、それでもそこそこダメージ与えるよ。レボル消えてるね。デバフが完全に消えてる。あ、でも入るんかい。入るんだ。これは？ああ、まあ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 、やっぱり、うん、消さないとどうしようもないっぽいね。これじゃ消えないだろうしね。うん、やっぱね。
ちょっとマジ張りしとったらいいか。一応防御体勢は上げときましょう。ああ、撃てない。まだ撃てない。普通に攻撃しとけ。危な。おお、結構ダメージあるよ。ちょっと待って、やばい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 。うっそ。まあまあ仕方ないね。けっ、あー、これ交わり2回入れてた方が良かったね。風切り、あー、回復したが良かったか。な、いや大丈夫大丈夫。勇者の光で敵がひるむでしょ。 OK OK OK。 え、倒す前に回復してた方がいいような気がするんだけど、まあいいか。とりあえず第一段階そこそこ余裕。まあ一回やられたけど。それでは最後の戦いです。これぞ偉大なる。 HP どんな感じ、戻ってる。回復してればいいけども、そのまんまの引き継ぎだったらちょっとつらい。ああ回復してる。 HP MP 回復するんだ。うんうん、ああ、これならいいんじゃない。え、めちゃくちゃダメージだ。いいね。チャージタックル効くかな。あ、効いた効いた。チャージタックルありなんだ。風切り必殺技入れていきたいね。風羅で、あの2回行動になるやつ。2回コードじゃない、やまびこするやつ、あれがいいよね。百裂なめ効くよね。もちろん効く効くめちゃくちゃ効くじゃん。フォースブレイク入れてた方がいいよね。フォースブレイク、お、いいね。でこれだ、精霊の風で2回発生することもあるようになるので、だいぶいいよね。おうおう、でもたまにか。なんだ、ステージが変わっていくんだ。そうそう、行動回数が増える全員。あ、ちょっと待って、デバフが消えてる。でもこっちのバフはそのまま。おお、ナイス。あ、そうかそうか、こういうことか。こっちも向こうも確実に2回行動になるっていうやつね。百裂の目、あー、もう一回攻撃してくれ。フォースブレイク、再行動って出ないからダメなのかな。どれぐらいいく。うわ、めっちゃいく。いい、いいね、特技繰り返す。よーし、最高だ。すげえ、1回の攻撃で2万ぐらいダメージ与えた。素晴らしい。これ風切り入ってる。あー、いや、ヒューザーは攻撃2回入ってるか。はいはいはい、なるでしょ。もう一回重ね掛けしとく。特にやることもないしね。あー、いや、聖女だ。うん、一応聖女入れてた方がいい。で重ね掛けしとけ。オッケー。さすがにまだ敵の HP は黄色にならないな。強いね。よし、いいダメージ。おお、またステージが変わった。不浄なる世界。あ、悪い効果にかかりやすい。となるとレボルとかそういうのもかかりやすくなるってことでしょ。フォースブレイク、2回行動来て、よー、繰り返すか。2回行動の方が嬉しかった。んで全部まだ全然いけるから、マジバレしてたい方がいいような気がするな。一応ね、もう一回、いや、もう一回行動してくれ。やばい、うわ、
これはやばい。うわ、やばい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 。何？ああーそれか。となるとちょっと回復に入れたがいいな。いやークーラーがやられそうだったわ。攻撃も1段階下がってるな。いけ。な、風切り入れといたがいいよね。うん、OK。わ、なんかいろいろと下がったな。いけ。もう一回。ナイス。あ、またステージが変わった。本当与えるダメージがアップか。レボルすげえいくすげえいく。うわー、ちょっとこの魔法陣やだな。ちょっと待って、なんかめちゃくちゃ下がってる。チャージタックルそろそろ効く。おー、効いた。ナイス。となるとまず精霊の風からやっていったがいいか。2回コード来て、うーん、いかないか。2回コード出てきてくれれば。おお、むちゃくちゃダメージあるね。一応100、いや、もういや、100列ダメージ入れとけ。うん、一応ね。でおい、おい2万とんでもねえダメージだ。回復入れときたいね。うん、回復入れとけ。おお、すげえな。で、超ハヤブサ、おい、何このダメージなんだこのダメージは。いや、もうこのステージだからこそだよね。やば、やめろ。うわ、やば、全滅する。もしや、なんか全体攻撃、うっそ。あ、ギリ耐えた。おー、あっぶねえあっぶねえ。いや、マダンテがしょぼくなかった。あんなもんな。あっぶねえ。レボル、おいすげえ、完走した。いやー、まあまあまあ楽だね。